皆さんこんにちは、船原です。今日はですね、起業して失敗する人の6つの共通点というテーマでお話ししたいと思います。今ですね、会社員をやっていて起業したいなと思っている人多いと思います。でね、起業したらさぞかし稼げて素晴らしい人生が待っているはずと考えている人も多いかなと思います。でね、なんかこう Twitter とかね、 YouTube とか Facebook 見てると、起業して成功した人がまあ高級車乗ったりとかタワマン住んだりなんかパーティーしたりとか百歩みたいなのをね見てですね、くっそ俺も起業してあそこまで上り詰めてやると思っている人も多いかなと思います。ですが、当たり前なんですけれども、起業した人が必ずしも成功するというわけではありません。で、ある統計によるとですね、起業して10年続く会社って10件に1件なんですよね。つまり10人起業したら9人失敗します。で、僕もですね、起業して今13年経つんですけれども、まあ、その間にね、起業した人の、まあ、ほぼ全てというか、まあ、本当はね、10人に9人がですね、まあ、華々しく散っていくと。これをね、何人も見てきました。で、今回の動画では、そういう散っていく人、起業して、まあ、10年も続けられずに辞めていく人は、どういう共通点を持っていたかということをですね、僕のこの13年の起業経験から、共通点をですね、6つに分類して、今回ご説明させていただきたいと思います。起業しようとね、思っている方は、もし、この6つの共通点にあなたがね、当てはまっていたとしたら、ちょっとこの起業する前にですね、一回立ち止まってよく考えてみてください。このチャンネルではですね、こんな起業するとかビジネスで稼ぐ方法とかお金を増やす方法を中心に配信していきますので、動画を見終わったらですね、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではいきなり結論から言いたいと思います。起業して失敗する人の共通点1がですね、失敗を許容できない。2がですね、売る力がない。3が財務会計の知識がなくて、まあ、その勉強もしない。で、4が仕事を任せられなくて自分で全部やっちゃう。で、5がメンタルが弱い。で、6が、あれ何だったかな、すみません、ちょっとド忘れしたんで、ちょっと思い出しながらお話しするので、6について最後に後でお話しします。では順番に説明していきたいと思いますが、1つ目のですね、失敗を許容できない人っていうのは逆に失敗するんです。これなんでなのかっていうとね、起業って、まあ、起業に限らずビジネスっていうのは基本的にはね、ほとんど失敗するんですよ、そもそも。ということで、まあ、起業するときに失敗をね、してしまうということは大前提なんです。で、かの有名な、もう日本で最高の起業家であり、経営者であると思われている、ユニクロの柳井さんがね、出した本で、一生休杯っていう本があるの知ってますか？知らん。これどういうことかっていうと、柳井さんですらですよ、10個ビジネスプランがあって10個やったら、まあ、9個は失敗するって言ってるんですよ。ただ、残りの1個が爆当たりして、それが大きなビジネスになっていくと言ってるんです。このね、日本最強の起業家がそう言ってるわけですから、我々レベルがですね、10回やって10回成功するなんて絶対無理なんですよ。ということで、僕は何が言いたいのかっていうと、失敗した方がいいとかそういうわけじゃなくて、絶対になんかビジネスをやってたら失敗はつきもんなんで、失敗した時にその自分がした失敗を許容できない人は起業家に向いてませんよっていうことです。で、そもそもこの起業して失敗絶対しちゃいけないっていう脅迫観念に駆られちゃうと、そもそも起業すらできないかなと思います。でね、例えばね、今僕ポケモン GO っていうのやってるんですけど、ポケモン GO でロケット団っていうのが出てくるんですね。で、このロケット団と戦うわけなんですけど、ロケット団と戦って負けたら、ロケット団がナイストライって言ってくれるんですよ。で、これ僕の子供たちがナイストライがすごい大好きで、わざと負けて、やったパパナイストライだって言うぐらいなんですけど、これ何が言いたいかっていうと、まあ戦って負けるのはしゃあないじゃないですか、結果なんで。でもそっからそれをナイストライと思えるかどうか、ここがめちゃめちゃ重要なんです。つまりですね、その失敗から学んで、きちんと次につなげることができればいいですよということです。ここで一つだけ重要なことがあります。それは、もう致命傷になるような失敗はしてはいけないということです。つまり、一回失敗したらこれでもビジネス全部終わりみたいな致命傷となる失敗は避けた方がいいですよということです。で、繰り返しますが、もう一番ダメなのは失敗を許容できないあまり、何の調整もしないことです。そうなってしまうとですね、もう一体何のために起業したかすらわかんなくなっちゃうので、失敗をね、絶対犯してしまうということはですね、こちらも許容してください。で、それが許容できないと、そもそも起業家なんてできませんよっていうのが一つですね。起業して失敗する人の共通点、二つ目なんですけど、まあ、これは売る力がないということです。で、会社を経営していく上で一番重要なのは何かってご存知ですか？こ
これはね、キャッシュなんです。現金、キャッシュ、キャッシュ、キャッシュです。このキャッシュっていうのは会社の血液です。で、会社がね、倒産するっていうのは、まあ、赤字を出すとかじゃないんですよ。赤字がね、出ててもガン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 ね、成長してる会社ってあるじゃないですか。潰れずにね。どういう時に会社が倒産して終わっちゃうのかっていうと、キャッシュが尽きた時なんです。だからね、あなたが起業するときにどれだけ崇高な理念があって、ものすごいね、ビジネスプランを抱えていたとしても、キャッシュがないと起業失敗しちゃいますということです。じゃあどうやったらね、キャッシュが得られるかということなんですが、キャッシュを得る方法ってね、2個しかないんですよ。で、1つ目は自社の商品を売る。で、2つ目が、まあ、銀行とか投資家から、まあ、お金を借りたりもらったりするということです。で、この投資家とかね、あの銀行からお金をもらうファイナンスについては次のね、3つ目でお話しします。まあ、これ超極端な話なんですけど、例えばどれだけもう理念がクソで、もう経営者がクソで、従業員がクソで、もう本当クソみたいな会社があったとしても、その会社の商品を誰かが買ってくれてたら絶対倒産しないんですよ。ということで、まあ、商品が売れてるね、キャッシュがどんどんね、会社に入ってきてる状態であれば絶対起業は失敗しませんが、起業してある程度の規模になるまで、じゃあ経営者の役割って何なのかっていうと、それはもうね、売ることなんですよ。売ること。つまり営業なんです。でね、多くの人が勘違いしてるんですよね。なんかいいプロダクトを作ればとか、なんかいいね、その理念を持ったものを作れば、その商品は勝手に売れていくだろうとか思ってる人がいるんですけど、全然違うんですよ。そんな商品世の中に山ほどあるから、じゃあその商品のいいところをあなたが理解して、起業して、それを誰かに売り込む、売り込む、売り込む、売り込んでお金を払い込んでもらってキャッシュにする。これができないような起業家は、必ず失敗します。で、ある程度の規模まではやっぱね、起業家、経営者がこう営業活動を行って売っていくべきなんですけど、じゃあある程度の規模ってどんぐらいなのかって考えると、まあ、僕の今までの経験から言うと、大体年商で、まあ、10億円ぐらいですかね。10億円ぐらいまでは自分でちゃんと売りましょうよっていう話です。まあ、つまり、起業したての頃って全部自分で売る必要があります。さっき言ったように、どんだけいいプロダクトとかアイデアがあっても全然ダメなんですよね。ここでちょっとね、余談なんですけれども、起業するときに、いいアイデアがあるから起業するとかいう人いるじゃないですか。こういう人のね、99% はね、ポシャります。そうじゃなくて、成功する人って、いいアイデアがある。これはもう大前提で、そのアイデアをきちんと売って、キャッシュに変えることができる。こういう風に起業した人は成功します。ということで失敗する起業家の共通点2つ目は、まあ、売る力がない。で、売る力がないからキャッシュを会社に持ってこれないということですね。次、失敗する起業家の共通点3つ目が、財務とか会計の知識がなくて勉強しないということです。じゃあ、まあ、起業します。で、会社ができます。で、この会社がね、じゃあ、儲かってんのかとか。まあ、そういう評価をしないといけないわけですよね。じゃあ、どのように評価されるのか。このね、会社の通信簿っていうのがあるんですよ。それが、まあ、いわゆる簿記と言われるもので、その簿記がきちんとね、体系化されたのが財務諸表です。で、この財務諸表をですね、最低限読めるようにならないと絶対ダメです。そこで自分で財務諸表を見ずに、全部税理士任せにしちゃうっていう方がいらっしゃいますが、こういう人のほぼ全てが失敗します。これなんでかっていうと、この会社の通信簿を見て、会社が今どういう状況で儲かってんのか儲かってないのか、どのぐらいキャッシュがあるのかないのか、どのぐらい資産があるのか、どのぐらい負債があるのかっていうのを把握しておくっていうことは、経営者の義務なんですよ。で、自分の今の状況がわからないまま会社を経営していくということはね、そもそもできないはずなんです。つまりですね、財務諸表が読めないまま会社経営をするというのは、まあ言ってみたら地図もない。こういうような状況でいきなり砂漠に放り出される。それで街に帰れみたいな感じなんですよね。こんな状況で起業して成功するなんて土台無理な話ですので、起業して成功したかったら絶対に財務のね、勉強はすべきです。ということで、失敗する起業家の共通点の3つ目は、まあ、財務とかね、会計の知識がなくて、まあ、それも、まあ、最初はないのはしゃあないんですけど、勉強しないというところですね。次に失敗する起業家の4つ目の共通点なんですけれども、仕事を任せられなくて全部自分でやってしまうということです。これね、特にできる人に起こりがちなんですけれども、起業したらね、やることがね、いっぱいあるんですよ。まあ先ほど言ったように売らないといけないし、財務諸表も理解しないといけないわけですね。でもですね、人間の1日って絶対に24時間なんですよ。で、この24時間の間に、もう全部ね、会社のことを全部やってたら 100% パンクしちゃいます。
ただですね、これ起業する人って基本的にね、起業する能力があると自分で思ってるわけですから、平均的なね、優秀な人が多いんですよ。で、優秀な人は全部自分でできちゃうから、全部自分でやろうとしちゃうんです。で、こうなるとどうなるかっていうと、まあ、自分自身がリスクになっちゃうんですね。もし自分が健康状態が悪くなったら、それだけで会社潰れるとか、自分の時間が足らなくなって、ここの部分おろそかになってて、この部分がほころんだから、全然売上が上がらないとかね。まあ、自分がボトルネックになって、売上が伸びなくなったり、まあ、あとはよくあるのが社員が辞めちゃったりですね。こういうふうに伸びなくなる。これはね、よくあることなんです。で、実は、まあ、僕が自分が別に優秀だということはないんですけれども、実は僕こういうタイプでして、全部自分でやるのが大好きなタイプでした。ただですね、まあ、ある時を境に自分の会社はね、全然伸びなくなったんですよ。大体ね、年商で2億か3億ぐらいの時です。で、ここでめちゃめちゃ悩んで、周りの起業家の人とかにいろいろ相談したら、言われたんですよ。お前はやりすぎだと。お前自身がお前の会社のリスクなんだと言われて、で、この本を読めってね。渡されたのが、年商2億の会社を10億にする方法っていう本なんです。この本はですね、元船井総研の磯住さんが書いた本ですので、ぜひね、読んでみることをお勧めします。で、この本はですね、一体何が書いているのかというとですね、まあ要は経営者はやることをきちんと決めて、で、やることを決めたこと以外は全部従業員にやらせないとダメですよっていうことです。で、その時に、従業員のパフォーマンスを 100% を期待するんじゃなくて、まあ自分の2割か3割ぐらいできたらいいんじゃないですかということを期待して、自分が1人でやってたことを3人でね、できるようになればよしじゃないかと。こうしないと自分自身がボトルネックになって会社は伸びないよっていうことが書いてあります。他にもですね、まあこういうところで有名なのはマイケル・ガーバーさんっていう、まあアメリカのコンサルタントの人がいるんですけど、ここもですね、自分一人でやるんじゃなくて、自分がやってる仕事をきちんとマニュアル化して、それを従業員に渡していったりしないと、どん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 ね、自分がやる負荷が増えていって、起業しても全く楽しくないし、そもそもお金が稼げずに辞めちゃうよっていうことが、まあ書いてあります。ということで、何が言いたいのかっていうと、まあ自分はね、コアな部分をやると。経営とかをやると。自分のね、自社の商品を売るとか、そういうコアなことはご自身でやるべきです。で、それ以外の、まあ、細々としたこととか、あと自分がやらなくてもできるようなことは、きちんとマニュアル化して、誰かにやってもらうような体制を作る。こうやっていかないと、どっかで会社が伸びなくなって、伸びなくなったらね、現状維持でできないんで、どんどん衰退していって、起業失敗ということになってしまいます。ということで、失敗してしまう起業家の共通点の4つ目が、まあ、自分で全部やっちゃって人に任せられないということです。次にですね、失敗する起業家の共通点の5つ目は、メンタルが弱いということです。先ほど会社が倒産するときはどういうときかということをね、お話ししたと思うんですけど、1つはですね、キャッシュがなくなったときです。で、2つ目は、起業家がもうダメだと思ったときなんです。実はですね、会社って、まあ、赤字でも、まあ、キャッシュがね、なくなりかけたとしても、潰れないんですけど、起業家が、ああ、もうこの会社を経営するのは自分は無理だという、ね、メンタルになってしまった時点でですね、会社は倒産してしまいます。こんなことをね、今から言うのもなんなんですけれども、起業ってめちゃめちゃやばいんですよ。これやばいっていうのはめちゃめちゃ辛いんです。もう四六時中不安と戦う必要があります。で、経営者は孤独ですよっていう人もよくいると思うんですけど、経営者の悩みとかって従業員は絶対分かってくれないんですよ。もうすごい孤独です。で、僕なんか結構ね、根拠のない自信がある方で、メンタル強い方だと思うんですけど、それでもですね、夜中にいきなりハッと起きてですね、ベッドの上で体育座りして、キャッシュの不安に悩んだりとか、従業員同士のね、こういざこざに悩んだりとか、そういうことがね、たくさんありました。で、今もね、全然あります。まあ、そんな感じなんで、まあ、メンタルが弱い人ってそもそもね、起業しても続けていくことができないんですよ。そういう方は、起業せずに、ね、会社員として働いていた方が、絶対に精神的健康にはいいですし、人生も充実すると思います。けどまあね、その起業したい人ってやっちゃうんですよね。で、まあ今ですね、やっぱりこの起業家のメンタルケアっていうのがですね、かなり問題になってます。で、連続起業家の家入さんとかが今ねやっている活動として、まあ起業家のメンタル支援サービスっていうのがあります。まあコトリーっていうやつなんですけれども、まあこういうねサービスを使って、ご自身のメンタルをですね一定に保つということもですね、起業成功させる一つの方法です。で、これがね、ヨーロッパとかアメリカですと、コーチングというね、産業がきちんと発達していて、起業家をコーチングして、まあ、その起業家のね、精神を一定に保ったり、モチベーションを保ったりするというコーチという人がいっぱいいるので、まあ、一定のね、起業家の支援っていうのはあるんですけど、日本はあんまりないので、メンタルがちょっと自分弱いなって思う人は、コトリみたいなサービスをきちんと使っていくことをお勧めします。
あとですね、メンタルの強さって、まあ、先天的なものもあるんですけど、ある程度訓練できます。例えば、まあ、哲学の、ね、勉強をしたりとかですね、あと自己啓発的な本を読むとか。僕もですね、すごく悩んだ時に読んでよかった本っていうのは、デール・カーネギーっていう人が書いた道は開けるっていう本です。まあ、この本は不安を打ち消す方法っていうのを説明している本なんですけれども、起業家にも非常にいい本ですので、ぜひ読んでみてください。あと一番大切なのは、もう一でも言った通り、もう後がないと、失敗したら後がないと思わないことですね。起業って失敗するのが当たり前なので、まあ失敗してもまた失敗しちゃったと。ね、次頑張ればいいやと思う。この心の余裕が起業家のメンタルを保つ秘訣かなと思います。ということで、失敗する起業家の共通点5つ目がですね、メンタルが弱いというところです。では最後にですね、失敗する起業家の共通点の6つ目がですね、すいません、さっき忘れたって言いましたけど、これです。こんな感じで起業って辛いよってビビらしちゃったら、ひよっちゃってやれない人です。なんかね、騙し討ちみたいな感じで申し訳ないんですけど、まあ正直ね、まあ、起業なんてね、エイヤーでやっちゃうんですよ。起業する人ってもう息するようにね、起業するんです。ということで、まあそもそもね、僕のね、こういう動画を見て、あ、自分って起業に向いてるのかなとか思いながら、この動画を見てる時点で、あなたは起業に向いてない可能性が結構高いです。というとね、ちょっと意地悪かもしれませんけど、もう起業ってね、めちゃめちゃハードシングスなんで、普通の人はね、起業しない方が絶対いいんですよ。だから僕が、じゃあ起業家にね、失敗する人の特徴を6つとか言って、あ、これでちょっとひよっちゃうっていうレベルの方なんであれば、絶対に起業しない方がいいです。で、もしね、この動画を見て、まあ、自分がね、起業した方がいいのかなと考えている方にはアドバイスがあります。まず一つはですね、起業した人生とそうでない人生があったとして、まあ、一度くらい起業した人生を味わってみたいなと、ちょっとでも思うんであれば、まあ、それはね、絶対やった方がいいよってことです。今までの日本って、年功序列で終身雇用だったんですよね。だから、一回この会社員っていうレールから外れて、ね、起業してしまうと、もう絶対こう戻ってこれなかったんですよ。中途採用とかほとんどなかったし、転職とかもなかったんで。でもこれはもうすでに崩壊してますので、まあ一回このレールを降りてですね、自分でなんか起業で挑戦してみて、まあダメだったとしてもですね、その経験は次の転職先で生かすことはね、絶対可能なんです。まあ、起業したっていう経験はですね、会社員をやってたら絶対に味わえないものです。超刺激的でですね、超面白いんですよ。だから僕からできる超無責任なアドバイスとしては、ぜひ起業してみてくださいということです。いかがでしたでしょうか？今回はですね、起業して失敗する人の共通点6つというテーマでお話しさせていただきました。1つ目が失敗を許容できないこと。2つ目が売る力がないこと。3つ目がですね、財務とか会計の知識がなくて勉強しないこと。4つ目が仕事を任せられずに全部自分でやってしまうこと。5つ目はもうメンタルが弱い。で、6つ目がですね、起業ってやばいよってビビらせたらひよって起業できないような人。まあ、とはいえですね、失敗する人も多いんですけれども、その失敗は絶対経験になりますし、起業してね、成功したらめちゃめちゃいい人生が待っていますので、ぜひね、ちょっとでもね、起業したいなと思った方は、ぜひね、起業してみてください。まあ、こんな感じでですね、このチャンネルではですね、ビジネスでうまくいく方法とか、お金稼ぐ方法とか、お金増やす方法とかをですね、中心に情報発信していますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。で、この動画がですね、ちょっとでも面白いなと思ったら、ぜひ高評価の方をお願いします。あとなんか企業に対するね、ご質問とかありましたら、コメントの方もよろしくお願いいたします。YouTube 以外にもですね、Twitter をやっておりますので、ぜひフォローしてください。あとメルマガとか LINE も情報発信してますので、ぜひフォローしていただければと思います。では次の動画でお会いいたしましょう。